どうも、岐阜の異端児柿です。今回は何でしょうか。あ、いう、なんか占い師多いぞ、占い師多いぞ。なんか本当に、あ、結構ね、ボツにしとる動画もあるんやけど、占い師多いんだよね俺。で、この部屋の特徴はね、赤ずきん、黒猫、饒舌な人狼がね、いるんですよね。で、黒猫っていうのは、処刑されると、処刑されると人狼ではないやつから一人道連れにしてしまうみたいなね、そんな感じの。ただ、黒猫が誰かは人狼にはわからないし、黒猫自身も人狼が誰かはわからないから、自分が釣られるように仕向けるのが目標になるらしい。いやー、赤ずきんになりたかったな。赤ずきんもしくは黒猫はよかった。うん。さあ、じゃあやっていきますか。うん。ふぅ。まあ、最近ね、人狼ジャッジメントの動画、毎日上げとるんやけど、ほんとね、めっちゃチャンネル登録者数増えとる。マジ嬉しいです。ありがとうございます、皆さん。はい。おはよう。え、黒猫？ん？なんか今黒猫って言ったの誰かな。CEO じゃないよね、マスカ。違うな。市民。いや、俺、とりあえず占い CEO したな。占い CEO、占い 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 CEO。占い CEO したい。カミングアウト、カミングアウト。で、誰や？フェイクロ。フェイシロよ。フェイシロ。対抗いない。カリド頑張って、把握。で、なんで霊能出た？なんでサンドラタン出たんよ。対抗いらっしゃる？いないのか。これ、これ楽やな。楽かな。今、ラってやったらラキスタって出たな。まさかの。俺、ラキスタなんて打ったことないんやけど。シン。カリウド守りきれない。まあ、しゃあないけど。いいろ、そんな。どうなん？え、今出るべきやったろ、俺。なんか、人狼ジャッジメントは初日占い師 CO するのは当たり前みたいな感じやでさ。死にたくなーい。赤ずきんっているけど、赤ずきんが釣られて人狼死んだらどうなるって。それは復活しないよ。それは赤ずきん無駄死に。無駄死に。だよ。フェイしろな。もう一回言っとくよ。もう一回言っとく。もう一回言っとくだな。フェイしろな、フェイしろ。ショーン説明ありがとう。お、マイク！マイク君素直！うん。そうだねー。うん。俺ちょっと困ったらそうだねーって言っとるで。噛まれてなんぼ。フェイシロハグです。ありがとう。どうする？どうしよう。プレイ指定釣り。俺指定。指定してもいい？指定してもいい？誰喋ってないかな。アンナ発言少ないからアンナで。うん、これどう。はい、饒舌いるので注意ですわよ。確かに把握ですですね。分かった。 OK。まさかね、俺が仕切るっていうね。時短していいんか。饒舌っぽいやつ。饒舌ワード探ってからにしよう。探ってからにしようか。うん。俺は探らんけどな。一度フィルター見てくる。お、サンドラ有能、サンドラ有能。喋ってないイコール饒舌ではない。確かに。確かに。確かに。じゃあ、誰だ？饒舌っぽいワードありましたか？だんまり黒猫ちゃん。あー。なるほどな。アンナさん突然死の可能性。なるほど、デフね。
でもそうか、そうなるとほっといてもいいな。それならほっておいた方がいいかな。そやな、突然死は避けたいな。うん、どうするんだ。サンドラどうした、サンドラ、フェイ怪しい。いや、フェイ白だよ。延長希望。うん。延長希望。延長希望。怪しくなっちゃう。延長希望。え、誰？延長希望。延長希望。どうしよう。何もう一回延長すんの、もう一回延長すんの、まさかこいつらどんだけ話すんよ。ありがとうって饒舌ワード。あ、そうなんか、てか饒舌ワード少なすぎなんだよな。もっとアップデートで増やしてほしい。アンナさんが新占いだとしたら、え、これもわかんねえな。あ、でもそれを疑い出すエマが怪しいぞ。それなら、狂人はいない。まあ、黒猫か。黒猫が狂人っぽい動きするんやろな。動きをするよね。釣るときは時短。誰だ。突然死防ぎたい。うん。巨人ってワードない。うん。初日はアンナでいい。アンナでいい？アンナにする？じゃあ。どっちなんだ？なんか話まとまってねえぞ。話まとまってねえぞ。どうする？アンナでもいいぞ、俺は。そやな。確かにな。誰にする？俺な、エマとかが、エマあたりが怪しい。そうそう。俺も、エマ賛成やぞ。俺も怪しいと思っとったで。アンナを釣ろうとしてる。誘導してるぞ、エマ。誘導してるよね。してるよ、エマ。アンナ落ちてるなら時短しても意味ない。うんうん。まあ、エマでいいんじゃないですか。でしょう、ゼシカ。俺はエマがいい。半分以上時短。俺はエマに入れる。入れ竜。さあどうなる。私も今に入れる。よし、いいね。サンドラターン、サンドラターン。こんな霊能と占いがそうやって言っとるんならな。竜わらわらありがとうジェシカ。よしよし、みんなそうやな。お、時短成立した。さあ、僕も主流ちょ、陰夢中や、陰夢中マイク、陰夢中やマイク、陰夢中か。
僕も主流ガリード頼んだよ。マジ俺死なせんといたの。俺が初日に死んだらほんとつまらんでさ。火で死ね。30秒前。バイバイ。バイバイ。ごめんね。ごめんね。行き過ぎ。ごめんね。あれ行き過ぎって出てこんの？行き過ぎ。予測変換に行き過ぎがなくなっとるんやけど、なんで？どうした？さ。アンナさん突然死やな。さあこれでエマが人狼だったらいいんだが、さあさあさあ、まあアンナは突然死だろうきっと。俺死ぬのやめてな、マジで。動画的にすげえつまらんくなるでさ、俺死んだ後ほんとやる気なくなるでさ。誰が怪しかったっけ。突然死は発生しませんでした、マジか。じゃあロディかな。俺なんとなくロディ怪しい気がする。ほらな、なうまいやろ俺。なんか怪しいなと思ったもん、なんとなくね。10秒前。これで俺が生き残ればもう勝ちだろ、ほぼ勝ち。頼むよ、マジ頼むよ。深夜夜も更け、俺が死ぬのはやめろ。サンドラにしろ、サンドラにしろ。よし、マイク。よかったー、これ絶対勝ったじゃん。霊能も占いも生きとるとか、それで人狼が分かっとるっていう。さっさっさ。で結局アンナ生きとるってこと？突然死がなかったからそういうことやろな。アンナ黒猫か。多分。おはよう。おはよう、おはよう。エマ人狼マジ？カミングアウト。ロディ人狼だよ。誰や？フェイが霊能者使用したんか。エマさん白でした。え、じゃあサンドラが、え、違うか。フェイ今日やな。フェイ黒猫じゃね。そうそうそう、フェイがここで出る理由ない。どうなんや。ロディでしょ。うん、まあ大丈夫だろう。まあとりあえず、霊能者放置、そうそう。受け丸。時短よろしく、時短よろしく。まあこれで勝ちだね、多分。苦し紛れの、黒猫、そうか、フェイが黒猫の可能性があるんやな。人狼ではないけど。ほんと、アンナが一切喋らんな。ショーンさんの占いシーン。俺はシンとしか言えんよな。シンだけど、シンだよん。アンナちゃんが占い師の可能性ある。まあまあな、そやな。アンナちゃんが何にも喋らんでな。まあ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 、ロディ釣れば全てわかるから、うん、頼むよ。ロディ釣るよ、早く時短しよう。
さ、ロディが一切喋らなくなったなっていうか。はよせえや。結構怪しむねみんな。怪しむね。しかも任務中のマイク死んじゃったから、ちょっと寂しいしさ。エマが対応なら、フェイはありがとうってワード使ってますし、饒舌の可能性ある。いやいや、対応いないって。対応？対応おらんって、対応。ちょっと、言うよ、俺それ。対応いないよって。うん、対応いないよ。対応いないのに何言っとるやん、サンドラは。サンドラタン、そうそうそうよそうよ、ジェシカてかイケメン枠がいなくなるって。そうそう、普通の人狼やだな。うん、だからもうロディ釣れば、そうだね、うん、そうだね、終わりだよ。ロディ釣れば終わる。そうそう、イケメン枠といえばね、ショーンですよ、ショーン。そう、イケメン、イケメン、ありがとうローラタン。ワイイケメンやで、うん、ワイイケメンやで、安心してロディ釣ったってくれ。さあさあ、どうなるかな。そう、え、ショーンちゃんはイケメンではない？ジェシカ。ロディつってもし違うなら、私殺される。ああ、まあまあ、でも、そうだ、終わりやろ。終わり終わり。はい、ロディ処刑して、これ終わりでしょ、もう。もうやばいな。俺の勘が冴えまくったな。初日にエマを釣ろうって言ったの俺やし、占いでロディ、黒って当てたのも俺。もうこれはもう、ショーンのね、大活躍によって勝利になると思うよ。うん。さすがに。さあ、どうなるかな？ 30 秒前。お、みんな結構入れるの遅えな。あれかな？やっぱアンナが落ちとるんかな？さあ、イケメンバイバイ。お、ロディ。てか、ロディほんと一言も喋らんな。もう黒出しされた瞬間に消えた。ごめんね。はい、3、2、1、0。さあ、ロディでしょ、ロディ。はい、処刑されるプレイヤーは、はい、もちろんロディです。これで終わり。のはず。のはず。多分、フェイは黒猫やろ。さあ、どうなるかな。さあ、おーっとー、ほら、市民の勝ちです。しゃあ、いやー、なんかもうやばい、めっちゃ簡単やったな。朝助けてか、饒舌の、あ、てか饒舌さん人狼やったんか、ロディは。よっしゃあ、ありがとうございました。お、マイク赤ずきん。そう。ま、そんな感じでしたね。今回、ちょっとあっさり勝っちゃったんでね。動画的に、ちょっと尺短いけどね。うん。ありがとうございました。お疲れ様です。いや、サンドラいいぞ、疑っても。ご視聴ありがとうございました。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いします。そして今関連動画も貼ってあるんで、よかったらそっちも見てってください。じゃあ、ありがとうございました。失礼します。